鳥取は右ライムグリーンのユニフォーム、愛媛は左白のユニフォームです。12年ぶり J2 へのクリアしていったのは33番の小川、田中ミドルと見せかけて右に展開、石井が残っています。石井ワンタッチあって右足シュート、ニアの上だった、後ろ浜惜しいシュート、良いなパス切り返して茂木上げてくる正面だ、ヘディングシュート、愛媛先制0対1。松田力今シーズンこれが松田初ゴール、相手のミスからそのミスを逃しませんでした。今度は左サイドの関係性は変わります。左で小沢が絞ってムンギンジュが上がる展開、さあ愛媛高い位置、茂木持ち込んでシュート、しかしこれは笛が鳴っています、旗が上がっている、戻って リスタート、正面胸コントロール重松のシュート、胸コントロールから重松今シーズン2得点目、技を見せました重松健太郎、鳥取1対1同点に追いついた後半の22分セットプレーの後でした。ここから一歩戻って出る山口、上げるワンタッチあって後ろから攻めて決まった、鳥取がさ、愛媛また来る、また来るチャンスになる、倒されて上は PK、 曽田和樹左利きレフティの選手沈めました、ポストから沈めた、田中上げるゴール前落として小沢、中を見る小沢シュートになった、決まった、目の覚めるような小沢のシュート、これが今シーズン2本目、鳥取2対3、さああと1点。ここから冷静でした、状況を見ながらフェイントをかけながら中央に切り込んでヘディングで競る、愛媛クリア、ここでファイナルホイッスル、左手突き上げた愛媛